朝八、岩田敦史さんドタキャン、百田先生、闇鍋でも出とるんちゃうかと思ってね、岩田氏、ないです、ほっとしてるという動画で、岩田さんが2023年9月19日時点で最後に出演した朝八で、岩田さんがドタキャンした理由があれな感じだったことをご紹介しました。巣は降板かという意見が朝八コメントに来ていたようで、百田直樹チャンネルで発表されました。説明ライブ、岩田敦史さんが突然朝八に出演しなかった理由。理由はネタバレになってしまって申し訳ないですが、体調不良とのことでした。さらに有本香里チャンネルにゲストとして百田直樹先生が出演し、有本香里さんとお二人で改めてご説明がありました。チラ見せ百田直樹第189回有本香里チャンネル生放送。こちら私の個人的メモの概要を読み上げます。3分くらいのとこで、岩田敦史さんが新党立ち上げのタイミングで3週連続お休みがあった。本当の理由は体調不良だが、ご家族の意向で隠されていた。4分くらいのところで、憶測が憶測を呼んで、岩田さんにとっても良くないと判断。政治学者としての立場、ギャラで揉めた、画面外の喧嘩があった、などの憶測を呼んだ。17分くらいのところで、岩田さんの人懐っこい笑顔をまた見たい、と発言がありました。18分くらいのところで、いろんな憶測があったが、大半は的外れであった。24分くらいのところで、保守党のピオ発表、公選法には引っかからない。26分くらいのところで、日本保守党の名前が被っている件について説明がありました。同じ政党名が複数あっても問題ない。商標登録は出願中とのことです。30分くらいのところで、党費は月ワンコインとのことでした。34分くらいのところで、自民党支持者から抗議されている、野党支持者は静観している。37分くらいのところで、まだ綱領も発表していないのに、右の令和と言われる意味がわからない。などと、インターネット上で言われていることの反論をされています。旧トラ8と朝8が違うと感じるのは、ネットで憶測が流れた際の対応です。朝8、有本香里さん、ありがとうございます。ご心配いただいた視聴者様に、忠告いただいた件の経緯をご説明します。という動画で、私が加藤光子さんが降板したのかなというショート動画を出したら、有本香里さんが反応があったことをご紹介しました。双方向のやりとりがネット番組らしいと思います。百田直樹先生から、岩田さんの人懐っこい笑顔、また見たいといった趣旨の発言があり、個人的にはほっとしました。ただ18分頃に、いろんな憶測があったが、大半は、また外れてあったという趣旨の発言を有本さんがおっしゃっていましたが、例えばいわゆる木原問題の件などは百田先生が憶測でいろいろ話している印象ですが、それは良しとされていますので、憶測自体がダメという考えでもなさそうです。個人的に気になるのは日本保守党の名前かぶりです。実際に拡散希望こんなことってあります、百田さんからのご連絡お待ちしてますという動画を出されて反論されていました。このあたりについて発言がありました。チラ見せゲスト百田直樹第189回有本香里チャンネル生放送。こういうことで私たちはことを改めたくないわけですよ。もちろん日本保守党なんて名前をつける人はみんな日本を愛してる人だと思うから、お互い穏やかにやっていきましょうという形ですとのことです。商標登録についてはビジネス社会では同業他社との取り合い合戦です。先に出してない方が悪いという面はあると思います。ビジネス社会で、例えば商品名に関わる部署がこの手の失敗をやったら、担当者はめちゃめちゃ怒られると思います。さらに、党名は先に口頭になった方が正式に使えるルールのようです。百田新党の日本保守党が先に政党要件を満たした場合、商標登録と口頭がちぐはぐになってしまうと、よりトラブルに発展する可能性もありそうです。ただ、百田新党の日本保守党の主張は、ことを荒立てたくない。日本を愛してるからお互い、穏やかにやりましょうとおっしゃっていますが、ここは違和感を持ちました。当面発表は10月予定だったことを考えると、本来は商標登録してから発表になっていたのではないのかなと思われます。この進め方は透明ジャック的な手法というか、ことが荒立ちそうな進め方だなと思いました。健康くんは穏やかなようで結構気性が激しいよね、特に僕に対して。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。